はい、どうもこんにちは。皆さん本当にお久しぶりでございます。動画の投稿が滞ってしまって本当に申し訳ありませんでした。ですね、まあインスタグラムを見ていたださっている方はわかると思うんですけど、子供がですねコロナウイルスに感染してしまって、でそこから、まあ、同居してるんでどうにもこうにも避けられず、まあ、自分と妻もね陽性になってしまって、でも1週間弱ぐらいもうずっとお店も休んで外にも一歩も出なかったっていう期間がありまして、まあ、それもあってなかなか動画の更新が滞っていたっていうのがありますね。本当ご心配おかけしました。申し訳ありません。なんですけど、まあ体調はみんな回復して、で僕ももうお店もオープンしていますし、後遺症とかも全くなく、味覚嗅覚も問題なく、まあ、ちょっと痰が絡んだりするんですけど、まあ感染力はもう全くないということで、保健所の方からも大丈夫ということで、お店もオープンして日常生活に戻っているわけでございます。まあね、かからないに越したことは本当ないですね。普通の風邪とはやっぱ違くて、僕の場合は頭痛と、あと喉の痛みは全然なかったんですけど、倦怠感ですね、筋肉痛みたいな、もう節々の痛みが結構強烈でして、かなりしんどかったですね。日常生活もままならないぐらいの感じだったんですけども、まあもう今は食欲も戻り、頭痛とか全くなく、後遺症も全くなくですね、過ごせているんで、まあ、皆さんも体調管理にお気をつけてですねお過ごしください。というわけで今日は久しぶりにですねこうお話しする動画を撮ろうかなと思って撮影してるんですけども、今日は個人事業主で必要なスキルっていうテーマでちょっとお話ししていこうと思います。この動画にたどり着いた方は飲食店経営とかカフェ開業したいとかっていうのを思って、で検索とかして、でたどり着く方が多いと思うんですけども、まあそういう方たち全般的にですね、まあ小さいお店を開きたいという方が多いと思うので、そういう方は皆さん個人事業主としてこれから、働いていくようになると思うんですけども、まあ、その方たち、まあ、個人事業主として、まあ、必要なスキルっていうのが、まあ、僕も個人事業主でも働き始めて3年経ちましたね、3年経ってお店をオープンして、まあ、1年半経ったので、まあ、いろんなこういうスキルが必要だなっていうのはちょっとずつ分かってきました。なので今回はその必要なスキルっていうのを、まあ、3つ厳選してお話ししていこうかなと思います。まあ、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。というわけで早速一つ目のスキルなんですけども、まあ、営業スキルですね、まあ、これは普通にお店を営業するっていうスキルとかそういうものではなくて、まあ、自分を売り込むスキルですね。お店をやっていると分かるんですけど、お店ってまあ自分の存在を知ってもらわない限り、まあ、売上伸びないんですよ。存在を知ってもらうためには、こう自分でこう自分を売り込んでいくっていうスキルが必要になりまして、まあ、それが営業スキルですね。まあ、僕はこの営業スキルをもともと持っていたわけじゃなくて、まあ、トークとかもうまいわけでもないですし、むしろ人より劣っているスキルだったなと思うんですけども、じゃあ自分は具体的にどういうことをしてきたかっていうと、まあ、とにかくこう数をこなしていきました。で、まあ、どういうことをしていたきたかっていうと、まずやったのはこうインスタグラムを開設してから、まあ、自分にちょっとでも関連する、例えば僕福島でカフェやってるんで福島市カフェとかで検索して、でヒットしてきた人の、インスタグラムの投稿にいいねをもうめちゃくちゃ押しまくって、そんな方にとりあえずもうウェブ上の営業みたいな感じですよね。とにかく自分の存在を知ってもらうっていう行為を、もう本当にこれって地道な作業なんですけど、毎日毎日やってました。まあ、そのおかげでフォローしてくれたりとかした人もいて、1日にね30人とか多い時だと増えたりしてくれて、でそうやって本当に地道に自分を知ってもらうっていう活動もしたりしてました。あとはもう曲がり営業をお店オープン前から始めていたので、そこでお客様と、まあ数少なかったんでね、1日に10人ももう来店しなかったので、もう一人一人とも密にコミュニケーションをとって、で必ず最後にはショップカードをお渡しして、今度福島市にお店開けるんでよかったら来てくださいみたいな、もう
手売りでやるみたいな感じでショップカードを必ず渡したりしてましたね。ただ普通にお客様が来てくれるってよっぽどもうバリスタチャンピオンとかそういう知名度がない限りはもう不可能なんですよね。なんで自分をとりあえず最初って存在を知ってもらうっていうことがすごく重要で、こういったまあ泥臭い作業なんですけど、こういったところも個人事業主としてはすごい必要なスキルでもありますし、まあ忍耐力と言ってもいいんですけど、まあこの営業スキルっていうのはね、必ず必要なスキルになってくるかなとは思います。2つ目のスキルなんですけども、これは情報発信力ですね。今やネットの世界にはいろんな情報が無数に転がっているわけで、まあ、そこから自分を売り込むっていうのはかなり至難の業なんですよ。そんな中でですね、コーヒーとか食事とかお菓子とかが美味しいっていうのはもうそれが基準、一つの基準でもう大前提になっているんで、うちの商品は美味しいですよみたいなことを言ってももうそれって全然あんまり意味がないんですよ。そうじゃなくて自分のお店に来てもらって、でサービスを受けることによってどういうメリットがあるかみたいないうところをしっかり自分で情報発信をしていかないといけないんですよね。商品だけで差別化するって言うともうなかなか難しいんですよ。大体もうね、ありとあらゆるものが出尽くしちゃってるので、まあ、ちょっとひねったもの、まあ、提供の仕方を変えたりとかはできるんですけど、うちもティラミスとか作ってますけども、ティラミスなんてね、いろんなお店で無数に出してるわけじゃないですか。そんな中でやっぱりじゃあどうやって差別化するかって言ったら、商品で差別化っていうのはなかなか難しいので、いかにその商品ではなくて自分のお店に来てもらうことでどういうメリットがあるかっていうのをうまく伝えなければいけないんですよね。逆に言えばその伝え方一つ変えるだけで他のお店と差別化ができるので、伝え方一つ変えれば、例えばみんなインスタグラムを使って情報発信ってほとんどしてると思うんですけど、そこをまあ僕のようにですね、こうやって YouTube を始めたりとかして、動画を通して情報発信をするっていうだけでも他店ともうめちゃくちゃ差別化になるんですよね。やってるところってあんまりなくって、やってたとしてもなんかね、途中で更新止まっちゃってたりとか、ちゃんと編集されてなかったりとか、ちょっとクオリティが保たれていないものだったりもするし、そもそもコーヒー屋さんとかカフェをやってる方でこうやって動画を撮って発信してるっていう方の方がまだまだ珍しいんですよね。特にこう地方こう福島とかになると、もう全然周りにそういうことをやってる方がいなくて、でなんで、まあ、そこをついて、まあ、例えばですけどこれからカフェ開業する方は、ね、動画投稿も並行して頑張ってやって、でその動画を通して自分の思いとかを語るだけで、インスタグラムの文面を見てるのと、あと動画でこうやって喋ってるのを聞くのとじゃ、なんか捉え方って全然違いませんかね。なんかこう動画で喋ってる方が説得力が増すっていうか、その人の考えとかがこうスッと入ってくると個人的には思うんで、だから、まあそうやって情報の発信の仕方っていうのも、差別化してですね、まあ、いろんなやり方があると思うんで、動画だけじゃないと思うんですけど、まあ、そこをいかにうまく使って、自分のお店に来るメリットっていうのを、いかにこう上手にお伝えできるかっていう、そういうスキルが個人事業主っていうのは、まあ結構必要になってくるかなと思いますので、参考にしていただけると、はい、いいかなと思います。で3つ目のスキルが行動力ですね。先ほど話した情報発信力も、営業スキルっていうのも全部その行動力から来ているもので、まあ、何したってやっぱり行動力って必要になってくるんですよね。最初から誰も自分のことを知らないのにこう質を高めたとしてもあんまり意味がないんですよね。それよりもちゃんと量をこなして営業するにせよ、情報発信するにせよ、もう質より最初は量ですね。とにかく行動を積み重ねて、そこを積み重ねていくことで、行動を繰り返していくことによって、その質もだいぶ上がってくると思うんですよ。もう僕のこの YouTube なんかもいい例ですよね。最初なんか自分の自己紹介とか、黒歴史の話とかをこうやってカメラの前で話してたんですよ。台本も作らず話してたんで、もうすごいお恥ずかしい限りの質の低い動画とかを作ってたんですけど、だんだんこう機材を導入したりとか、こう台本を作ったりとか、で話していくうちに、だんだんこう話すのも慣れてきて、
で動画の質っていうのも少しずつですけど上がっていくんですよね。それってもう質よりもどん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 こう動画を自分で作って、でそれを行動を起こして積み重ねてきたことによって、そうやって質もちょっとずつ上がってきたかなと思います。でもう何よりも行動、質より量で、何よりも行動を起こすということはすごい大事なことかなと思います。以上で今回のお話は終わりですね。なんか久しぶりに話すと、もう台本作ったんですけど話まとまんないですね。やっぱちょっと期間空いちゃうとダメですね。こういうのはちゃんとルーティン化してしっかりやっていかないとですね。なんでこれからもまあ毎週できたらあげようと思いますし、まあ2週間に1回ぐらいは必ず動画を上げていこうかなと思いますので、引き続きですね、今後ともよろしくお願いいたします。というわけでですね、今回の動画は以上です。じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。